映画映画の一覧戦争映画戦争映画は映画の一種で歴史上の戦争を題材としたものを指す。ハワイマレー沖海戦実際にあった戦闘を再現するアクションによる興奮を描くものが人気を集めてきた。近年は圧倒的多数がアメリカ製であり、アメリカが関係した20世紀以降の近代戦争が題材となっている。ほとんどの場合、 扱われる戦争は、過去に実際にあったものか、それに似せたものである。国家間の戦争ではなく、内乱や民族紛争を扱った場合でも、戦争映画と呼ばれることが多い。ただし、軍人、または、元軍人の主人公が単身、または少人数で、架空の戦闘行為を行う場合は、アクション映画と呼ばれることが多いが、戦争映画との境界は曖昧である。 また、未来の戦争を題材としたものは、SF 映画と呼ばれる。日本の近代以前の歴史上の戦争を題材とした、場合は、通常時代劇と呼ばれる。戦闘以外の題材では、軍隊の訓練や内部構想、戦争に至る、政治的経緯や、戦後の軍事裁判、戦場、占領地での様々な物語、戦争中の国内の戦争への姿勢。 戦後の国民の戦争への思いを題材としたものなどが挙げられる。登場人物は前線の兵士、戦場から離れた場所にいる将校や政府関係者、戦場となった土地に生きる市民などが登場することが多い。舞台には戦場が登場する場合が多い。また、戦争映画はその性格上、軍や政府による政治宣伝、世論誘導、戦意公揚。 プロパガンダの手段としても制作される。そのため、戦争映画を鑑賞する際には作られた時代背景や制作者、協力団体などを考慮せずに無批判にその内容を受け入れると、制作者の術中にはまることもある。日本では第二次世界大戦後も多くの戦争映画を制作しており、いくつかは大変な人気を博した。内容は、 戦争に至る政府を呼び、軍部の苦悩や、困難な作戦に臨む将兵を描いた作品、戦争を否定されるべきものとして捉えた作品など、多岐にわたる。中国でも多くの戦争映画が制作されており、2007年には、南京事件を扱った映画が多数制作された。欧州戦線太平洋戦争。ありがとうございます。